はい、では本日は皆さん F スポーフットサル大会ミックス大会ご参加いただきありがとうございます。レインボーブリッジの皆さんに来ていただきました。こんにちは。では簡単に質問させてください。皆さんはどのいったチーム構成ですか？どのようなつながりでチームに参加されたんですか？はい、保育園の先生です。保育園の先生なんですか？皆さん、僕らあなたが保育園の先生なんですか？、はい、それで、どのいった ご縁でチームとして成り立ってるんですか？分かんない。いきさつを、なんかチームが一つになったいきさつを、はい、お願いします。みつる出会い系です。出会い系みつる。はい、そんなみついたら怖いっすね。で、皆さんの大体でフットサル歴など、はい、置いといて、はい、フットサル歴って、はい、編集2年ぐらい、8年ぐらいですか？女性の方は2年ぐらいですか？うまいけどまだ2年しかやってないですね、逆に。あ、もともとサッカーやってらっしゃったんですけど。で、女性の方は初めてです。初めてですか？いや、にわかに信じられないんですけど、すいません。フットサル初めてで。あ、お間違いないですか？はい、初参加のにもう定性の才能っすね。はい、才能がある。普段は3年目。3年目ですか？なかなか長いですね、3年だと。はい、では皆さん本日は参加ありがとうございました。水木さん、はい、最後にじゃあ本日の大会の意気込みを一言お願いします。優勝ありがとうございました。優勝おめでとうございます。はい、まだ2試合目ですが優勝おめでとうございます。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。幽霊でした。はーい、水木です。水木さん